皆さんこんこにちは、バッカンというの方です今週末はコロナウイルスの影響もあり、まあ、そこで拡散を防止するために外出は控えましょうということで全国的にですね、自粛ムードが漂っている中ですねおうちの中で練習できるロープワークですね、まあ、ローープワークに関してですね、えー、おうちの中でまあ練習できるところを、えー、いくつか ロープの結び方を中心にですね、ご紹介したいと思うので、ぜひロープを用意してですね、こういった細引きを用意して練習をしていただければと思います。この細引きは7ミリっていう不走さで、メーター売りで売っているロープなんですけども、登山用日屋さんとかに行けば売っていますので、そこでま2メーターぐらいを1本とりあえず用意していただければ、この練習はできると思いますので、ぜひ用意してですね、僕がいくつかご紹介する結び方をマスターしていただければと思います。ただ あのこの動画だけで練習して身を見よう見まねでまあ本ちゃんのですね命がかかっているような場面で使うというのはちょっと危険なのでですねお庭の木とかまあお家の柱とかあとは公園の木とかこういった空瓶あるいをお持ちの方はカラビナを使ったりとかしてどれだけの強度に耐えれるかちょっと結んでみてちょっとぶら下がってみたりとかまあ安全を確保した中でぶら下がってみたりとかですね引っ張ってみたりとかどれだけ支点って言われるところに 負荷がかかかったりとかどれだけの強度があるのかっていうのをじっくりとですね確かめながら練習していただいてで実際のロープワークの講習とかそういうものにも受けていただいてですね登山に関するそれでどんどんマスターしていただければいいんですけどもまずはその前の予備知識としていくつかの結び方こう登山で役立つもうこの結び方を知っておけば登山とか屋外での活動で例えばテントを張ったりとかテントを固定したりとかそういったことにも役立ちますので。 ぜひ参考にといいうか練習をしてくださいで今僕が持っている結び目が8の字結び8ノットと言われる結び方でこちらに書いていますこれはあのバックカントの穂高で登山靴とか手入れ用品とかをご購入いただいたりとかあとは登山教室にご参加いただいている方にお配りしている資料なんですけどもこちらに書いてあるこれが 8, の8ノットですね8の字結びまずこれからいきたいと思います。 のの字結びの利点はこの輪っか,この輪っかにですね何かをかけたりとか例えばハーネスとロープを固定したりとかそういった場合この輪っかが非常に強度があってほどけにくいということでクライミングの中では一応メインのロープを自分のハーネスに固定する時に使われる結び方になりますこの8の字結びはですね非常に簡単なんですけども慣れるまでちょっとややこしい部分があるんですけど一応ほどくと こんな感じになっていてまずはシングルで八の字結びを練習しますまずこの末端ですね末端はこちらになりますで、えー、八の字結びはですねまず普通に結ぶとこんな感じで一回結びですよねこういう結びができると思うんですけども これでぐっと結ぶと力がかかったりとか体重かかったりとかした時にこの結び目がですね固く締まってほどけにくくなったりとかもう本当に手の力でほどくのが大変になったりとかほどけなかったりとかすることがあるのでほどきやすくてほどけないっていう感じなんですけどここで通すところをもう半回転させてこちらから通すとこの輪っかには通すんですけども半回転させて逆側から通すような感じ でこれが数字の8、この結び目がですね、数字の8に似ていることから8の字結びと言われてるんですけども、これだけではまだハーネスを固定したりそういうことができなくて、これをですね、ダブルエイトノットという形にします。一つはマッタンをですね、こんな感じで折り曲げて、この折り曲げた部分を8の字結び、8ノットですね、今の感じで、 ここには通さないで半回転させてこっち側から通すとでこれでギュッと締めればこれで8の字結びになりますでこの輪っかが強度があってほどけにくいとその代わりこの末端の短い部分がこのロープの長さの大体10倍以上残るようにはしてくださいそうししししないとともしかしたらスルッと抜けててまって 解けてしまう可能性、まあほぼほどけることはないと思うんですけどただそういう可能性があるのでこれ7ミリだとしたら7センチ以上の末端を作るとまずこれが八の字結びこれをまずマスターしてくださいでコツとしては先ほどのような感じで一回結び普通に結ぶのをここで通さないであと半回転させてこっちから通すとこれが基本になりますね基本的な形 構造にななりますこんな感じですねで僕の場合はですねこれを、まあ、やり方いろいろあるんですけどもチョキを作ってぐるっと指に巻いてでもう一回ですねぐるっと指に巻いてで帰ってきたやつをこの2つの指の間に通すような感じでぐっと通せば8の字結びになります。また まあいろんなやり方をする人いるんですけどこう折り曲げてここで1回2回とひねってこちらから通すこれも八の字結びになりますま。こういったやり方は人それぞれやりやすい方法があるのでまあいろいろやってみてまあ今やったところがほとんどかなっていう感じなんですけどまあこんな感じでまず8の字結びを練習してください。 で次に、ハーネスとかですねこのカラビナでかけるときは、カラビナ側がゲートを開くので、ここでこうかけることができるんですけども、ハーネスのビレーループであったりとか、ハーネス自体に直接結ぶときは、この輪っかの中にですね、また輪っかを通さなきゃいけないので、このままでは通せないので、でこれはですね、あのコツなんですけども、例えばこれでほどいていくとどうなるか、これでですね、こうやって片方のロープだけほどいていくと、 ぐ,ぐぐっとこんなな感じになりますこれはシングルで8の字結びをした感じなんですけどこれで何か輪っかにですねこう通してこれでもいいかな88でやりますね8巻のこの輪っかに例えば通してこれがハーネスだったりとかカラビナ以外のものですねに通す場合にこう通したらこの今通っているこの8の字に沿ってこの末端を沿わしていくと 先ほどのダブルエイトノットに戻すことができます。こんな感じですね。画面というかあのモニター見ながらやっているのでちょっと手が動きにくいんですけどこんな感じですね。これでさっきの八の字結びに戻ったんですけどもえ輪っかに輪っかが通っている状態になります。 ほどく場合は同じようにさっきの末端の方をほど、えー、いていくと片側をほどいていくとほどけるんですけどもこんな感じでほどけるとじゃあ最初にこのシングルの八の字結びを結んでこの末端を何か輪っかの部分ハーネスのベルトだったりとかに通してから 先ほどのようにですね、こう沿わせていくこの今できている八の字結びの片側のに沿って、えー、片側の末端を沿わせていくことで八の字結びができるというような感じです。まずこれをマスターしてください。で、この末端は今これちょっと短いですけども、えー、この ロープのの太さの10倍以上という感じになりますで。結び目はですね今ちょっと汚いですけどなるべくきれいにやったほ作った方が登山をする時はですねこういったロープを使う時特になんですけどその結び目とかっていうのは目で見てこれが正しいかどうかっていうことが他の人にも自分にもすぐ確認できなきゃいけないんですよね。 そうするとこれがごちゃごちゃになっているとよじれたりとかしているとすぐ確認ができないというか、それが正しいのかどうか判断がつけにくいので美しく形を作るということを心がけていただければと思います。そうするとその安全チェックっていうのが瞬時にできるので、あ間違えたらすぐわかるというような感じで結び目は美しくよじれたりとかねじれたりとかですねひねったりとかしないように作っていただくと。 いうようよな感じを心がけて作っていただければと思います、えー、次にインクノット こういった結び方なんですけどこれをインクノットって呼んだりとかクローブヒッチって呼んだりとかあとはとっくり結びって呼んだりとかいろいろ呼び方はいろんな国いろんな地域の人で違うことがあるんですけども僕はインクノットっていう方が表現しやすいのでインクノットというふうに皆さんに説明をしていますクローブヒッチっていう方もいますでこのクローブヒッチインクノットの作り方なんですけどもこれはですね こうやって解くとですね、輪っかが2つありますで。輪っかのこの末端側こっちが末端側ですよね末端側と末端側こう輪っかを作る時に末端側が向こう側を通るこのセンターのこのラインに対して向こう側を通る輪っかと手前に来る輪っかがあってで手前に来る輪っかの方を向こう側に2つを合わせるとそうするとこういう形になるんですけれどもこれがインクノットこれを間違えてこういうふうに合わせるとただのぐるぐる巻き。 簡単にほどけてしまう巻き方になるのでまず基本形は手前にくる輪っかと向こう側にくる輪っか末端の方がこうやって高い違いになるようにして手前にくる輪っかは向こう側向こう側来る輪っかは手前側に合わせることでここでこうこうひねったりとかしないでそのまま合わせるとそういうことでこれがインクノットという結び方になります。でこれを例えばカラビナにかけたりとかもう木にかけてもいいんですけど これは何ででももかけても大丈夫です,ねでこれはですね。これは縛ると片側を引っ張ってもここでキュッと止まる止まりますこれは人の体重が乗っても止まりますでこれ逆側逆側を引っ張っても止まっているとよく中間を固定したりとかするときに使ったりとかするんですけどこう止まるでまた長さを変えたい位置を変えたいときはこれを送り出して反対側を引っ張ることで長さとかが変わって瞬時に固定できると。 要は、ほどいたりとかして、えー、また結び直したりとかする必要なく、えー、位置を調整できます。これは自分のビレーを取ったりとか、途中、視点を固定させたりとか、そういう感じで使います。また、えー、ペットボトルのボトルがあるんですよ。ボトルの口にかけて、まあ、ちょっとこう、凸凹がないとだめなんで、キャップの根元のところについているところの奥にかけて、ぎゅっと締まると、 あのペットボトルも落ちないでそれは持ち運ぶことができるんですけども昔はこのインクノットという結び方でインクの瓶を持ち歩いたりとかあととっくり結びと言われているのはとっくりを口をかけて持ち歩いたりとかっていうことでそういう呼び方になっているんですけどもこれは船を着眼したりとかして固定するときにも使われたりとかまあいろいろこの使い道っていうのがたくさんあるのでこのインクノットは必ず覚えていただきたい結び方になります中間固定っていうことができるという感じです でこれがですねこう今両手でこうやって結び目をこう,こういうふうに作っているんですけども片手でやる方法もあります片手でしか作業できない時、えー、片手でではですねまずここのカラビナにかけたいとカチャンカラビナにかけて、えー、こっち側からこう持ってきてカチャンとかけるとこれがですね インクノットになっているとこういうい感じですね綺麗にやるとこんな感じこれ今のは片手で今これカラビナにかけたんですけどもまず自分の安全確保する時に自分のついているロープをかけて反対側から手を持ってきてでここで結構輪っかができるんですよねでその輪っかがと逆に向こう側に来る輪っかをこの手でひねりで作ってあとはこいつをかける。 やることでででここんな感じでインクノットができますこれは片手ででやる方法ですねこれも覚えていただければと思うんですけどこれは利き手いろんなことがあるんですけどこれはもう形で覚えるしかないんでとにかく練習するという感じで基本はこう,こういうふうに輪っかが手前側と向こう側をくるラインができてそれを互い違いに合わせる互い違いというかこう手前に向こう側のやつを手前にこんな感じで合わせるこの基本は変わらないのでこれを確認しながら練習していただければと思います で次に、最も頭を使わなくてもできる方法があってそれはですねこうロープをまあ両手でこうやって持ってよじるで、えー、また反対側あ反対側じゃなくまたお隣をよじる同じようによじるんですけどこれは、ね、動きとしてはこういう動きでそのカラビナをかけるときとかロープを使うときも結ぶときも必ずこう上から向こう側に行ってこう回る。 えー、鉄棒でいくと前回りですね前回りの動きっていうのを必ずすることでロープワークを間違えなくて済むので必ずこういう動きで輪っかを作っても隣もまたこういう動きで輪っかを作るとあら不思議さっきの、えー、手前側の輪っかと向こう側の輪っかになるとで後で作った方を手前側に合わせることでこれは目で見なくてもでは暗い中でも目をつぶってでもこうやって。 バッカーを作ってで後で作った方を手前側に合わせることでインクノットは確実にできるという面ではこれが僕は一番お勧めしたい練習の仕方まずはこの形をできるように練習をしてくださいそれからこれでこのインクノットでですねペットボトルをぶら下げてみたりとかいろいろやってみてまあ、どんな感じで使えるかなっていうのもいろいろ試していただければと思います まあ一応命のの危険のない状態でお願いしますすそれが2つ目の結び方で,すで次にこのロープであったりとか、まあ、これは細引きと呼われてるんですけどこのロープを2つをつなぐ方法です。今これ1本のロープなのでここでつなぐと輪っかになります。でこの輪っかを作ったりとかこれが2本のロープをこうやってつなぐ時はロープが長くなると。 延長するような感じで使える感じなんですけどもまず2つをこういうふうに末端をですね揃えてまずどっちからの末端でもいいんですけど僕は左利きなので左手左手でこう作業するんですけど同じように前回りですね前回りの形でこの片側の末端をこの今反対側の末端に巻いていきます。 で巻くときに一周回したらここでクロスをさせてもう一周巻いてこのクロスをさせた2つの輪っかにこんな感じで通して結び目を作るとでこの時も同じようにここの末端はこのロープの太さの10倍7センチ以上これだとちょっと足りないのでこの辺かな。 この辺で結び目を作るとだから2回巻くんですけども途中で1回交差させるような感じでこんなバッテンができるような結び目ができます反対側は揃っている2本が揃っているような向きでできていますで次にこれだとスポッと抜けてしまうので今度反対側を今度固定するんですけども反対側も結ぶ時は この僕は今左手で前回りの方向で回したんで同じ方向でやりたいんでこれをですね一回反転させますこれをくるっと持ち替えて今さっき結んでない方がまた左手にくるように持ち替えて同じ向きで同じ向きでまたクロスをさせて2周回せて外側に。 とと出るように結ぶできますでこの結び目同士をこうお互い引っ張ることでこんな感じでこれギュッと締めればこんな感じでつなぐことができます。でこれ本当に命がかかっていたりとかする時はこのローブ末端をもっと長くしてもう一回同じようにですねここをえ同じように2周巻いてですね結ぶと。 末端処理と呼ばれているんですけれども末端処理で同じ結び方が娘が4つできるとこういう末端処理の分が外側に1つずつできて真ん中はお互いをこう引っ張り合っているような状態の結び方ができますこれはダブルフィッシャーマンズノットと呼ばれていますこの結び方でこのポイントとしては同じ形でできているっていうのがポイントですこれが間違えているとです、ね、逆 向きが違うと逆向きになるんですけど今これを結び方はこういうふうに前回りでいってるんですけどこっち側をこう手前逆上がりの方向に巻いていくとどうなるかっていうとですねぎゅっギュッと締めるとさっきと逆側の形ができるんですよね。結びを見るとこう分かりますかね こ,のこ,こっち側に1本出てるのとこっち側に出てるのとで逆合わせになってこれがなんかこう逆だとさっき言ったようにこれが合ってるのかどうかっていうのが、えー、パッと見た時にわからない形ができてないってことになります形ができてるっていうのはここでバッテンが2つ同じ向きでここでキュッと合ってて反対側は同じ向きのロープの結び目がこんな風にきれいに揃ってるっていう状態だとあこれは正しいなっていうことが確認できるんですけども これではバッテンが逆になっていてこうぐるっとこう回転したりとかして形がですね不規則な感じになってこれが正しいのかどうかというのをぱっと見確認がしづらいというようなことで必ず同じ方向とにかく左手で作業する人は左手で前回し右手で作業する人は右手で前回しとこれを必ずやるようにしていただければ間違うことはない。 右手で前回しですねインクノットを作るときも同じですこういう感じですね僕は左手でやるので左手で前回しで締めるとこれで同じ方向を向いたバッテン分かりますかね結びが同じ形なんですけどでこれ引っ張るとですねこうキュッとバッテンが2つここにバッテンが2つ綺麗に揃うとで反対側は同じ向きに揃った状態になっているとこれが正しい結び方です これがダブルフィッシャーマンズノット。これも練習をしてください。で、実際に使うときは、末端、必ず、えー、このロープの太さの10倍以上の末端の長さっていうのをキープするという感じでお願いします。今、3つの結び方をご紹介しました。ぜひですね、まずこの3つを覚えてください。また次に、次回の動画でですね、次回かどうか分かんないんですけど、 他の結び方とか応用編みたいなものをお届けできればなと思いますのでまずは8の字結び8ノットですねダブル8ノットシングルからダブル8ノットにする方法それからインクノットインクノットは片手でもできるしくるくる回して目をつぶったままでも作れるっていう感じで練習をしてくださいそれから最後にダブルフィッシャーマンズノット お互いロープを短いロープを2本つなげたりとかこうやって輪っかを作ったりとか今これ輪っかができてるんですけどもこう輪っかを作ったりとかする時に使います 2m ーーの細引きがあればこのダブルフィッシャーマンズノットでこう輪っかを作ってもう一回末端に輪っかをもう一つずつこう作って4つの輪っかでだいたい 1m ぐらいのこの輪っかができるのかな1 2 0ンチぐらいあるのかな えー、そういう輪っかができるので結構それ登山の時にも使えますので無駄にはならないので是非、まあ、7ミリぐらいがベストだと思いますいつ他に 8mm とか 9mm とかあと逆に細いやつだと 6mm5mm4mm3mm2mm まであるんですけども、まあ、登山で使う場合にはこの7ミリぐらいっていうのが僕はベストだと思いますでまた結び方の練習をするにもこのぐらいの太さが一番やりやすいんじゃないかなと思うので、えー、まずはこの 7mm で練習をするようにしてください。多分メーターね、150円ぐらいで売ってると思います。細引き2メーター、あの7ミリ2メーターくださいっていえば、店員さんが切ってくれるような感じの販売の仕方をしていることは多いです。ということで、今日はお家の中で引きこもり中にで,す、ね、できる練習方法というのをご紹介しました。またこれをいろいろ柱とか、お庭があればお庭の木だったりとか、そういうところに結んでみたりとか。 これ結構ね応用編ではですね、これをじゃあ実際にどういうふうに使うのかっていうところをご紹介していきたいなと思います。これ日常生活とかまあ最近よくある災害そういった時にも必ず役に立つ結び方になりますので、ぜひ登山だけじゃないし登山でそんなロープを使ってなんて登らないよっていう方もぜひ日頃の生活の中でも役に立つし。 これがまたテントを張ったりとかです,ねするときの張り綱の結び方っていうのもこの基本的なところは変わらないので結構張り綱適当に結んだりとか間違った結び方をしている方が結構いるんですけどもテントの張り綱はですねとにかくテントが風で飛ばされたりとかテントの強度を失わないためにしっかり固定するためのものなのでそこを間違えているとその強度っていうのを十分引き出せなくて簡単に壊れてしまったりとか。 ボールが折れてしまったりとか簡単に飛ばされてしまったりとかすることがあるのでぜひこの登山で便利なこの結び方ですね正しい結び方を覚えてそれもしっかりテントとかの張り綱を結んだりとかする時にも時にも応用できるようにしていただければなと思いますのでよろししくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。